ナーベラの味噌炒めを作ってみた。こんにちは、旅の空です。今日は沖縄料理ナーベラヘチマの味噌炒めを作っています。ヘチマはナスみたいな食感。こちらでヘチマってあんまり食用でない気がして、普通売ってんのってたわし用じゃないかと思うんですけど、育ちすぎてない食用のやつがいいと思います。あとはスパム。料理は苦手だし、あんまり調べずに作っているので、良い子は真似しないでください。ヘチマの皮を剥いていきます。また親が見物に来たので手元のドアップ。皮の剥き方がよく分かんなくて、途中で諦めて輪切りにしました。こちらが正解だと思います。ざく切りにしていきましょう。割と小さめに切ったんだけど、煮ていくうちにとろけてなくなっちゃうので、もっと大きい方がいいと思います。ヘチマを切り終わったら、次はスパムを適当に切ります。途中でググったら豆腐を入れるようです。本当は固めな島豆腐を使うんだけど、なかったのでなんだか青っぽい青豆豆腐。炒めるとどんどん豆腐が壊れていきます。柔らかいからね。
豆腐のことは諦めてヘチマを投入。母は中華味噌炒めの素を買っていたので、こちらを利用します。味付け苦手なんだよね。最近何にでも入れる紹興酒、美味しいかはよくわからない。他の作業してるうちに気づいたらトロトロになっていました。味付けの素投入。味入れてから気づいたんだけど、案外硬い部分も残っていて、あと汁がだいぶ出ちゃったので、このまんまちょっと煮込みます。完成。制服ロックといただきます。ナーベラの味噌炒めを作ってみた。思ったよりはまともにできました。でも中華の味付けの素が結構中華っぽすぎて、もっとイメージでは和風の甘味噌って感じなんだよね。でも味付け直し方全然わからないので、そのまま食べます。大好きな泡盛制服と大好きな YouTube があれば大体美味しくなるよね。旅の空でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、チャンネル登録お願いします。